自己複製。自己複製は、何らかの事物がそれ自身の複製を作る過程である。細胞は適当な条件が整うと、細胞分裂による複製を行う。細胞分裂において、DNA が複製され、生殖に際しては、それが子に転送される。ウイルスも複製されるが、細胞に感染して、細胞の持つ生殖機構に指令を出すことでのみ複製、可能である。 コンピュータウイルスはコンピュータに備わっているハードウェアやソフトウェアを使って複製を作る。ミームは人間の精神や文化を一種の生殖機構として利用して複製を作る。ジョン・ホンの今による初期の研究で典型的な複製紙、ディプリケーターが以下のようないくつかの部分から構成されていることが明らかになった。このようなパターンではない構成も考えられる。例えば、 ある環境下で自分自身をコピーする RNA の構築に成功した例がある。この場合、本体とゲノムは同一であり、複製機構は外部にある。しかし、考えられる最も単純なケースは、ゲノムだけが存在する場合である。自己複製に関する仕様がない場合、ゲノムのみの形は結晶のようなものと考えられる。最近の研究では、 複製種の分類が試みられており、それらが必要とする外部からの支援の量で分類することが多い。機械的複製種の設計範囲は非常に広い。包括的研究がロバート・フレータスとラルフ・マークルによって行われ、137の設計観点が1ダースのカテゴリーに分類された。そのカテゴリーとは、複製制御、複製情報、複製基盤、複製種の構造。 受動的部品、能動的サブユニット、複製子のエネルギー、複製子の運動、複製プロセス、複製子の性能、製造構造、発展性、進化性、である。計算機科学における自己複製型プログラムとは、実行すると自分自身のコードを出力するプログラムである。これをクワインと呼ぶ。以下に Python での例を示す。 もっとさまつな手法としては、入力されたデータ列をコピーするプログラムが考えられ、そのプログラムに、プログラム自身をデータとして入力する。この場合、プログラムは実行コードとして扱われると同時に、操作対象のデータとしても扱われる。生命体も含め、このような手法は、自己複製システムでは典型的であり、プログラム自体に、自身の記述を含める必要がないという点で、 単純である。多くのプログラミング言語において、空のプログラムも正しいプログラムであり、そのようなプログラムはエラーも起こさないし、何も出力しない。つまり、その場合の出力は、ソースコードと同じであるため、このような空のプログラムが最も単純な自己複製で、あるとも言える。幾何学での自己複製型充填とは、合同な形のタイルを複数個敷き詰め、 元のタイルと相似な大きな形を形成することを指す。これは平面重点と呼ばれる研究分野の話題である。三角形や四角形は自己複製型重点が容易である。スフィンクスというヘキサモンドは自己複製型重点が可能な五角形として知られている。例えば、この多面のある五角形を四つ組み合わせることで二倍の大きさの相似な図形を形成できる。 ソロモン・ゴロムはこのような自己複製型充電を指してレップタイルズと呼んだ。自己複製可能な物理的な機械クランキング、リプリケーターは工学における最終目標の一つである。その通常の理由の一つとして製品としての機能を保持しつつ単価を下げるためという理由が挙げられる。よく言われるように自己複製可能な製品の単価は 材料の重量相当の価格とほぼ等しくなる。なぜなら、自己複製によって、労働も資本も、従来型の流通も、不要になるためである。人工の複製種の登場は、意外に近いかもしれない。アメリカ航空宇宙局の最近の研究として、クランキングリプリケーターの複雑さは、インテルのペンティアム4と同程度であることが示された。つまり、そのテクノロジーは、 比較的小さなグループで、それなりの時間でそれなりのコストをかければ、達成可能とされている。バイオテクノロジーは、現在最も関心が高く、出資も、盛んに行われている分野だが、既存の細胞の自己複製能力を利用する試みが、有意義な洞察と進歩をもたらすかもしれない。自己複製と類似した問題が、コンパイラー開発にも存在し、 ブートストラップ問題と呼ばれている。コンパイラー、表現型を自身のソースコード、遺伝子型に適用することでコンパイラー自身を生成する。コンパイラー開発では修正したソースコード、突然変異を使って次世代のコンパイラーが作成される。このプロセスが自然界の自己複製と異なるのは複製を監督するのが複製対象自身ではなく技術者という点である。 ロボット工学における究極的目標の一つに、機械の自己複製がある。自己複製機械を、フォンノイマンマシンと呼ぶが、コンピュータのアーキテクチャ、ノイマン型も同じように呼ぶため、やや曖昧な用語である。自己複製型ロボットは次のような能力を持つ、必要がある。このような能力をすべて備えた、自己複製ロボットはまだ存在しないが、制御された、条件下で、 限定的な自己組み立てを行うシステムはデモンストレーションされたことがある。ナノスケールでは、ケイエリック・ドレクスラーのアセンブラによって、自前の動力源を使った自己複製が可能になるかもしれない。ただし、そのような技術は、グレーグルーと呼ばれる一種のハルマゲドンを引き起こす可能性もあり、プレイエモノなどの小説で描かれている。は、機械的自己複製の研究者向けのガイドラインを、 発表した。このガイドラインでは、機械的複製紙が制御下から外に出てしまうのを防ぐ、いくつかの技法が推奨されている。自己複製に関する研究は、以下のような分野で行われている。宇宙開発における、自己複製は、打ち上げられる質量に比較して、大量の原料を宇宙空間で入手することを目標としている。例えば、 太陽電池を備えた独立栄養生物的な事故、複製機械で月や小惑星を追い、そこで得られたエネルギーをマイクロ波で地球に送る。事故複製可能なので、地球上で大量に製造する必要はなく、少数の機械を打ち上げて配置すれば、大量生産可能な工場が宇宙に出現する。別の事故複製機械として宇宙探査を行う、事故複製する宇宙船がある。 一般に、これらのシステムは、独立栄養生物的であり、考えられる人工複製子としては最も複雑である。また、遠隔地で自己複製するため、人間が指示することもできない、自律的に動作する必要があるという点も実現を困難にしている。宇宙での複製子の理論的研究として、1980年に NASA が行った研究報告。 ロバート・フィレータス編がある。この研究は、主に月のレゴリスを原料としたとき、自己複製で必要とされる元素と、レゴリスの組成がどう異なるかが中心であった。不足すると思われる元素は塩素であり、アルミニウムを生成するのに必要である。塩素は、月のレゴリスにはほとんど含まれず、自己複製のペースを上げるには、ある程度の塩素も打ち上げる必要があるとされた。 この時の機械としての形態は線路上を走るコンピュータ制御の電動カートのようなロボットである。各カートには単純な腕とブルドーザーのようなショベルが付属している。電源は上部の太陽電池から得る。機械はその下にある。部品の製造には鋳造技術を使う。形成の容易な石膏で鋳型を作る。流し込む材料は電気オーブンで原料を溶かして作る。 コンピュータや電子機器を製造するさらに複雑なチップ工場も検討されたが設計者らはそれらを地球から一種のビタミンとして宇宙船で運搬する方が現実的であるとも指摘しているナノテクノロジーの究極の目的はナノメートルレベルの自己複製機械アセンブラを開発することであるそのようなシステムでは原料やエネルギーが外部から供給されるため 独立栄養生物的な自己複製機械よりも単純である。そのような分子レベルの向上が実現可能かどうかという議論があるが、不可能とする論者は独立栄養生物的な自己複製機械を想定していて、可能とする論者はそうでない単純な自己複製機械を想定していることが多い。レゴを使った自立型ロボットで4種類の部品を 外部から供給することで自己組み立てが可能であることが2003年の実験で示されている。自然界にある細胞の複製能力はタンパク質合成に限定されるため、それを利用するだけでは不十分である。求められているのはもっと広範囲な材質の合成が可能な複製紙の全く新しい設計である。 仮説的な自己複製システムの科学的基盤については、代わりの生科学を参照されたい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。